山芋の再生栽培です。料理の時に剥いた皮から、再生を試みる企画です。買ってきた芋の皮を剥きます。それを土に埋めておくと、芽が出ます。これを育てて、芋を作ろうという試みです。掘り返す必要はありませんが、皮の部分から再生しているのをお見せいたします。指さしている部分が新しくできている芋になります。
すっかり枯れ込んで、収穫の時期になりました。土の中は、どのようになっているでしょう。芋が、水抜き穴から下に、突き抜けていました。山芋は、剥いた皮からでも、再生が可能です。